昨日のお祝いかな。ありがとうございます。今日もありがとう。やっほー、皆さん何してましたか？何しておりましたか？あ、虹がかかった。クロちゃんありがとう。寝てました。アニメ見てた。外で飲んでました。寝てた？起こしてしまった？ 私のライブ配信始まったら通知、撮ってる方は通知音行くのかな？公園見に行って。あ、ありがとう。最善。最善。ねえ、最善にファンの方聞こえた。固まってた。最近どんなアニメ見んの？私は、でも鬼滅はちょっと見てる。引き続き見てて。忘却バッテリーっていう野球のアニメも最近見てるかな。起きてた？めちゃくちゃ通知来るよ。本当？よかった。村民の皆さんがね、下手側に結構固まってて、そう 面白かった。そう、まあ皆さんね、三つ編み公演か。三つ編み誘ってもらってね、みんなでお揃いしました。まあそうだね、ちょっと久々の公演だったんですけど、みんなのね、ペンライトとか、若干久々、コールも久々、若干、すごく楽しかったし、最高でした。今日も。そう、こんばんは。ポンコツな君が好きだが、ね、ずっとやってみたいんだよね。歌詞がマジで結構響いた。ポンコツな君が好き。失敗した時の慌てぶりが可愛いよ、可愛いよ。そんな人間らしいところに僕はどんどん惹かれていくみたいな歌詞なんですけど。で、なんか振り付けとかもめっちゃ可愛いんですよ。そう。めっちゃ可愛いの。ハルルンのところをやってみたいです。ハルルンがセンターのね。シングル曲なんですよ。何作目なんだろう。私たちが B さん。あ、違うか。何個か前の NGT さんの新曲、シングル曲なんですけど、ハルルン、小越遥ちゃんがセンターやってるんですけど、村長つながりでね、交流があるわけですけど、ちょっとやってみたいなってすごい思ってます。いつかやってみたいですね。意外とね、48の曲やることもまあね、たまにあるじゃないですか。イベントだったりコンサートだったりいろいろあるから、なんかいつかないかなと思って。あ、B さんぐらいの時かな。あ、そう、ハルルンドラマ出るもんね。ナコさんと同じドラマ出るもんね。すごくない？ 7 枚目なんだ。
意外と。すごい、本当に身を今日は、あ、命のセリフもしました。久々にやったんで、久々っていうか本当2回目ぐらいだと思う、私セリフマジで全然回ってこないんですけど、ちょっと久々の公演で久々のセリフでした。そうね、いい感じにあんちゃんと言えた。ズッキーさんありがとう。多分最初で最後の、最初で最後のセリフだったのかな、もしかしたらいや分からんけど、そうだと思うよ多分。うん、絶対的にそうだね。え、そうなんですよ。あ、そうで、あの、まあみんなにちょっと言ってなかったんですけど、言ってなかったね、秘密にしてたやつね、ちょ、忙しいっていうのもね、何があるのかってみんな気になってたと思いますけど、逆上がり公演に変わります、パジャドラが。このことがね、まあ明日からリハが本当に長い期間始まるんですけど、誰も先輩方やってないから、パジャドラの時は先輩方もねちょっとやってたから、昔だから、なんかね、あの初めてやるから、みんなサーカー上がり公演なので、ちょっとなんていうの、ゼロからね作り上げていくものなので、ちょっとみんな結構バタバタしております。明日から始まるから、少しずつ毎日ある感じなんですけど、でもそれでもハウステンボスだったり全国握手会だったり、結構他にもやること多いので、この6月、まあ、7月も忙しいと思うんですけど、結構詰まってます頑張らなきゃって感じです。市村プロデュース来ないかと思った私曲知らなすぎてプロデュースできない、絶対。鹿上がり公演の曲も全然知らなくて、そうやばいよね。本当に、いや、どうですかね、ユニットもいろいろありますけど、ちょっと初日に来ていただいてね、17から始まるから来てください、ぜひ。うん、パジャドラ終わるまで新しいユニット見たいけど、見たらどうでしょう、この日来た方がいいよっていう日がもしある時は言いますね、しっかり。確定で仕事、あ、本当、初日出るってこと？初日ってそのまあ一番最初にやる初日もそうだし、2回目にやるメンバー全員は出れないじゃないですか。どっちも初日じゃない？言うて、私の初日の時に来てください。パジャドラの時もそうだったけど、私が初日の時に来てください、ぜひ。そうですね、ユニットはパジャドラはまあね、いろいろしてみたい、純情主義とジャンヌだけなので、どうなることやら。あと数回かな、衣装新し
あ、でもどうなんだろう、多分自分、オリジナルで作らないとは思うな、多分お借りする気がします。お借りすると思う。そうなんだよね。いやでももう多分数回しか出れないと思うんだよね、きっと。7月の、で終わっちゃうから、17にね、始まるから、17から。それまでちょっとしか。あ、そう、SKE さんとかもやってたから、そうそう。多分お借りすると思いますね。いや、さすがに作れないで、気がするけど。だって、電金とかも作ってたでしょ？あ、結構、でも全然使ってなかったりするけど、結構作ってもらってるよね。多分、ひまわり組は多分お借りしてる気がする、いつも。そう。軽蔑していただいたように、ついて、なるほど、そうなんですか？そう、千秋楽もちょっと早いです。本当にそうなの。横断幕 これ村民多めだった。久々の公演ということで、たくさん来てくれたね。ありがとうございます。本当に。いや、パジャドラもね、終わっちゃいます。で、寂しいけどね、ちゃんとみんなで頑張ってきた。覚えた、頑張って覚えたしさ、ちょっと寂しいんですけど。愛知いかつ。愛知いかつできてよかった。ありがとう。愛知いかつ。チーム K 公演、演目前半制覇。強い、強すぎない、寂しいですよね。けどまあ本当、でもまあちょっと前向きにね、また新しい曲とか、その全体曲もそうなんですけど、また全然違う雰囲気だと思うので、楽しみ。でもちょっと本当に覚えれない、本当に覚えられない、覚えられる未来が想像できてなくて、今ちょっとやばいなーっていう感じで。6月は休みほぼないと思いますね。7月もあんまないでしょうね。まあね、休みがないのは嬉しいんですけど、覚えることがやばい。覚えることが本当に覚えられるか、ちょっと本当に、頑張ります。みんなと頑張ります。ねえ。逆上がり。この歌大好き。頑張ります。あんまりみんな予想してなく、まあちょっとなんとなく、もしかして変わるのかなとかいう方もいたかもだけど、あんまり予想してなかった気がするな。あ、1801、お祈りします。 ありがとう。みんな会いに来てね。頑張りますので、みんな絶対当てて来てね。1801です。ありがとう。新公演覚える方が大変ですよ。なんでかっていうと、フルを覚えるからですね。公演曲ってフルじゃん。コンサートってワンハーフじゃん。しかも全部出るわけじゃないでしょ、コンサートも。いや、コンサートも大変だけどね。でも
公演は十何曲あるから、16曲ぐらいだっけ、フルでしょ、ほぼ、ほぼっていうか全部フルでしょ。だからそれが大変ですね。スカーガリとは思ってなかったな。だよね、そうですよね。すごい、錬金が復活するのが確かにね、使ってないからね、ちょっともったいない気はしちゃってるけど、コール覚えていきます。コール覚えて、確かに公演曲はね、そう、あんまり見る機会は少ないね。うん、30曲ぐらい覚えなきゃ。まあでも全国握手会のミニステージもあるし、ハウステンボスもあるし、いろいろ重なっちゃってるから今月は。そう、場合によってはやばい。予習しておく。ユニットとポジションがリンクするシステムじゃないと思う。じゃないな、今回は違うかな。いや、私もあれだよ、リンクしてないもん。パジャドラの位置は私、野口さんなんだけど、オリジナルの野口さんなんだけど、ジャンヌ・ダルクは、ジャンヌは米沢さんポジションだからリンクしてないんですよ。うん、あ、To be continued があるから、私、そう、それは踊れるかも、見たら。明日コント、あるでやってたからよかった。ダンスの先生も大変だよね。そうだよね。愛知、お久しぶりすぎ、久々。元気？そう、わかる、めっちゃ好き。To be continued、いい歌だよね。あとちょっとしかないからね。そう、どうなんでしょうか。歌詞も覚えなきゃ。そうよ、もう立ち位置も覚えなきゃ、振りも覚えなきゃ。なので結構やばいです。やばいです。今日は行けてよかった、ありがとう。すぐ見えた。新潟で見たの、あ、そうなんだ。プライベート忙しくしてた。いいね。忙しい。忙しいのはいいことじゃ、いいことだけど。ね。そうなんですよ。頑張んなきゃねって感じで、今月は。でも、ご褒美に楽しみな予定を立てたので、なんかそのために頑張れるかな、頑張ろうかなって思ってます。うん、ちょっと、いや、ご褒美ないとね、忙しい時は絶対にね、一個でもご褒美作んないと、モチベ大事ですよね。福岡来て、福岡来て。みんなもさ、コンサートとかライブとかでさ、そういうなんかモチベにしてくださる方もいるじゃん。それじゃあ頑張って、ありがとう。だからもう私も本当ご褒美、そう、ご褒美
をね作って自分で頑張るぞって思ってます。大事ですよね。ね、本当にさ、もうできるかな、できますかね、頑張んなきゃ。そうです、夏は、今年の夏どんな感じだろう。7月17ってもう夏になってるよね、やばくない？もう夏だ、夏じゃん、夏来るじゃん、やばいやばい、めっちゃ夏やんね。わーり、夏に結構逆上がりの練習してた冬はなんか手がかじかんで寒いから軍手とかしてやってたけど、夏はね逆上がりがしやすい季節でめっちゃ練習してましたね、夏休みとか。梅雨明ける頃、梅雨が明けるからどうかってくらいのタイミングで。そうなのか、やだね、梅雨来るの、梅雨が来ちゃうの嫌ですよね。まだワンチャン梅雨かもだよね、なんかいつも長いもんね、なんか年々伸びてってますよね梅雨が。あー、ぐるんぐるん回るやつできてたけど、昔はもう10年近くやってないな。鉄棒小学生の頃めっちゃハマって、私本当鉄棒大好きマンだったので、そう、鉄棒大好きっ子だったので、そう、なんか鉄棒クラブがあったら入りたいぐらい、なかったけどそぐらいハマってた時期があったので、そう、でももう中学からはやってないから、小学校までやってたから10年近くやってないですね、多分鉄棒は触りもしてないな。てか公園に行ったとしても鉄棒に触ろうってなんないよね、本当に今大人になって。私超アクティブ、そう、手の皮がやばいことになりそう、やだーね。ここ豆とかめっちゃ作ってましたもんなんか努力の証だとか思って、もうめっちゃ作って、ここに豆作ってた。あ、行くのちゃんうまそうだね、もうぐる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 回りそう。校庭にそう鉄棒あるから、小学校はそう、わかる。いや今無理でしょ、大人になっても無理だよね、絶対体が重くて絶対できなそう。全然できなかったマジで。やってみようかな、ちょっと見つけたら。でも公園少なくない？福岡って公園少なくないですか？私地域にめっちゃあったんですけど公園。あ、軟球とかあったかもな、体育の授業でやったりしてたもん。あの3段階ぐらいありません？大きさが、鉄棒大きいやつでにはもう届くな多分。今日の公演楽しかった。たけるさんありがとう。たけるさん初見さんです。大堀公演あるんですか？でも鉄棒マジでなんかその公演にあると思うけど、その公園が少ないんだよね、なんかなんでだろう。あるとこあるんですかね。福岡なんかあんまり公園に遭遇しないんだけど。鉄棒から落ちてトラウマになった。あのね、同じもう仲間だと、待って、
鉄棒で怪我したことあるよっていう方いる？そんな聞くようなことでもないけど 鉄棒で怪我したよっていう人いますか？でも私本当に超怪我してたんです。私ちっちゃい頃もう怪我、傷作りまくりよ。もうめっちゃ怒られてたお母さんに。女の子なんだから、何？顔とか傷つけたらもうダメやーって言われてたんですけど、やばい怪我して私。手離して顔面から落ちた。同じ、超同じなんだけど。あとはあれ、逆上がり。何で、あ、怪我したんだろう。逆上がりかな。小学校1年生の頃だと思うんですけど、あれは。多分小1。小学校1年生で鉄棒を逆上がりできるようになりたくて。で、めっちゃ練習してて、自主練。お父さんと。で、お父さんと自主練して、でも逆上がりかちょっと忘れちゃった。わかんない。鉄棒をとにかく練習してて、なんか鉄棒練習するってなんか もうなんか本当に負けず嫌いで、友達ができてるのとかできるようになりたいとか言ってずっと練習してたんですよ、公園でね、お父さんと。で、その時に、落ちて、顔から落ちて、そう、怪我しました。そう、やばいよね、本当にやばい怪我したんだよ、マジで。もう思い出したくないくらいな。怖すぎ、マジで。コウモリから戻ろうとした時、怖い、危ないことしてるよね、今考えたら。結構危ないことしてる、マジでダメだよね。そう、お父さんといたんだけど、お父さんがさ、なんかさ、その時多分ちょうど目離した隙に私怪我してさ、お父さんの、お父さんに病院に連れてってもらった、すぐに。お父さん焦ったと思うよ。焦ったと思うよ、本当に。あれめっちゃ大泣きしてたから、なんかそう緊急でお父さん連れてってもらって、もう怖い、本当に嫌だね、ダメ、本当怪我良くない。そう、私さ本当に意味がわからない子だったんだよね、本当に。なんかさ、駐車場にさ、ちょっと本当に意味わからなすぎて引かないでほしいんですけど、駐車場に、ちょっと待って、こういうのあるの知ってます？どうやって書いたらいいかな？こういうさ、駐車場とかに2本バーがある、2本バーが、棒がある、なんていうのあれ、柵みたいなやつ、柵というか、2本棒があって、駐車場によくあるやつ、なんか、駐車場っていうか、ショッピングモールの駐車場とかに、出入り口の、そう、出入り口のところ、出入り口付近によくあるじゃない。こういうやつで、地面にね、地面こう、そう通れないようにするやつみたいなやつかな、あれ、2本バーがあるやつね。そう、そういうので、ちょっと画像あるかな、
ガードレールの小さい版のやつかな。ちょっと待って、画像あるかな、ないかな。出入り口のさ、なんて読むんだろうあれ。あー、これかな。なんかこういう、こういうやつ、こういうやつのここにもう一本、もう一本横にある感じの二本のやつ。そうそう、それ車止めなのかな。いや、もう出入り口付近でよくあったんですけど、それをさ、こう一回転、その一本ならまだしも、その二本ある状態で、私何を考えたのか、そこで前回りしちゃってね、頭おかしいよね。今日本当に頭おかしいですよね。なんかあの、まだ一本、この一本だけならくぐれたかもしれん。でも低いけど、めっちゃ低いけど、身長もまあ低いとして、ギリどうにか。あ、でも地面にぶつけてたんかな。いや、でも、わからんけど、一本ならまだしも、二本ある状態で前回りしたらどうなるかわかるやん。もちろん顔面当たりますよね、その棒のところに。でもう鼻血、大出血、やばいでしょ。そう、あの骨折はしてなかったんですけど、奇跡的になんか打撲みたいになりました。鼻、鉄棒代わりにして遊んでた。最悪じゃない？なんかもう意味がわかんないですよね。私小学生ぐらいだったかな。いや怖いよね。なんか引くよね。今振り返ってもなんで前回りした、あのその時に。おかしい、わかるじゃん、見たら絶対に回れないってさ。なんかやばい子だったんですよね。意味がわかんないですよね。そう、でも何も曲がったりしてないので大丈夫です。なんかこう曲がったりして、なんか骨折したとかではなく、ちゃんと綺麗に修復された。その時はなんかもう青タンみたいになっちゃったんですけど、そう、なんかいけると思っちゃった。わかる、なんかいけると思っちゃったんだよね。仲間がいるとは、女の子に仲間がいるとは。なかなかね、女子でそういう怪我する子少ないと思うんだよね、きっと。男子ならよくあるかもしれないけど、怪我とか。私はめっちゃ怪我してたので。アーチの車止め、あ、そうなんだ。セーフラン、わんぱくすぎだよね。そう、よかった。なんかもう骨折してさ、鼻が曲がっちゃってたりしたら大変だったから、本当によかったです。不幸中の幸いでもある。なんだかんだね、不幸なことは起きるんだけども、その中でも、奇跡的に大丈夫、なんとかなってきたよ。そんな感じです。本当もうね、ちっちゃい頃なんでこんな話になったんだっけ。あ、でも逆上がりね。でも本当に私はもうなんか鉄棒は好きで、
そう、いっぱい遊んでました。危ない橋渡らない橋、いいね、それがいいと思う。逆に丈夫になったね。そうなのかな。目をぶつけて失明とかしなくて、確かにそれはそう、本当に危ない、本当に危ないね。釣り替える件数ないね、ない。坂上がりちょっとしてみたいな、あの近くに公園があったらね、見つけたらちょっとやってみようかな。なんかいい機会なので。あ、パジャドラ公開、あ、解禁された、26日出ますね私。サイちゃん、26日に私出ます。ペイペイドームにあるね、もう怖いよ、トラウマ。あ、26、ぜひ、マジであと何回出れるか分かんないから、26は来た方がいいと思いますよ。私のファンの方は、私のファンの方は来た方がいいんじゃないかな。うん、絶対に来るべき。うん、来るべきだね。応募まだかな。26は絶対来た方がいい。煽るな。いや、来ないと損だな。来ないと損だな。無理してでも来てください。なんもない、なんもないかな、どうだろう。うん、来ないと損かもね、これは言っときます、それだけ言っときます。26日ね、応募っていつからですか？ん？そう、ちょっと平日ですが、いや、来れるかな、来れる方、うん、来れる方お願いします。今日の12時からね、読んだって。あ、そうなんだ、 OK。 まさかの卒業発表は勘弁を。あのさ、卒業させたがってる、逆にパジャドラでするはずがないでしょう。うん、するはずがないですし、しません。逆に卒業させたがってるのかって思っちゃいますけど。うんうん、あ、盛大があるがパジャドラだね。あー、なるほどね。でも私のファンの方はぜひ、来れる方は来た方がいいと思います。うん、これで何もいつもと変わらない感じだったらちょっとあれですけど、まあまあまあ、どんな感じでしょうか、お楽しみに。では、そろそろ終わります。
終わっちゃいます事情。確かにランキングます。13位、ちいさん、12位、ドームさん、11位、有丸ちゃん、10位、なおさん、9位、名古屋紹介さん、8位、まっちゃん、7位、こばこば、6位、たーたんさん、5位、クロちゃん、4位、ほくぴぐさん、3位、たーたんさん、2位、ズッキーさん、1位、たいちゃん、ありがとうございます。ありがとう、今夜もありがとうございます。明日もちょっと早いですけど頑張ろう。ありがとうみんな、お疲れ、ありがとう、おやすみ、おやすみ、遅くまでありがとう。みんなも明日からも頑張りましょう、一緒に頑張ろうね、頑張りましょう。ではまたね、明日ね、ありがとう、ありがとうございます。みんなおやすみなさい。